ふりかけの真実。北区赤和台団地7号棟6階602号室で、会社員 M 氏48歳が頭に羊毛剤をふりかけている。ごくありふれた日常の一コマといえる。一方、隣の603号室では N 君7歳がご飯にふりかけをかけている。これまたありふれた光景である。しかし、これが逆だったらどうなるか。 M 氏がご飯にふりかけをふりかけていて、7歳の N 君が頭に羊毛剤をふりかけているとしたらどうなるか。さらにもっと大逆転して、 M 氏が頭にふりかけをふりかけていて、 N 君がご飯に羊毛剤をふりかけていたらどうなのか。あまりといえばあまりにあまりであるが、このことは48歳の会社員には羊毛剤があまりによく似合い、7歳の小学生にはふりかけがあまりによく似合うということを裏付けるものであることに他ならない。ご飯とおかずは切っても切れない関係にある。おかずをその食べ方で分類すると次のようになる。例えば刺身、納豆、塩辛などは一口のご飯の上に乗せて食べる、すなわちのっけである。海苔の佃煮はご飯になすりつけて食べるからなすりつけということになる。生卵は浴びせかけ、味付け海苔は巻いて食べるから巻き込み、白菜のおしんこも巻いて食べるが、下側のところを箸でちょっとひねるから下でひねり、生たらこはご飯にまぶすからまぶし、餃子やシューマイは大きすぎてご飯の上には乗らないので、まず一かじりして後からご飯が追いかけるから追っかけである。ふりかけはご飯にふりかけるからふりかけ。整理してみると、のっけ、なすりつけ、浴びせかけ、巻き込み、下でひねり、まぶし、追っかけ、ふりかけということになる。この中で行為そのものが商品名となっているのはふりかけだけである。ふってかけるからふりかけ。なんといういい加減なネーミングであろうか。これでは眠くなるという睡眠薬のネーミングの発想と少しも変わらないではないか。しかも人々はそのことに少しも気づかないで、何の考えもなくふりかけ、ふりかけと呼んで、ふりかけを買ってきてご飯にふりかけている。こんなことでいいのかと、僕はそのことを世間に呼びかけたい。世間一般の人々はふりかけと聞くとすぐにドラえもんふりかけ、サザエさんちのふりかけ、ガッチャマンふりかけなどを思い浮かべ、要するに子供の食いもんだろと決めつける。事実、近年の学校給食にはご飯と一緒にふりかけがよく登場するという。広辞苑を見てみよう。ふりかけ、飯の上にふりかけて食べる食品、魚粉、海苔の粉、塩などを混ぜ合わせたものとある。学校給食と広辞苑のこの2つの事実は何を意味するか。すなわち、ふりかけは文部省に公認され、広辞苑に認知されたということなのだ。今やそういう存在にまでなったということなのだ。ただし、広辞苑はふりかけに対する認識が甘い。魚粉、海苔の粉などを混ぜ合わせたものなどと、なんとなく小馬鹿にしたような言い回しだが、最近のふりかけはそんなものではない。しらす、納豆、わさび、ひじき、たら、たらこ、焼肉などがあり、これでなかなか奥が深い。スーパーに行くと、どの店にも必ずふりかけコーナーというものがあって、場所も広くとってある。ということは、多くのふりかけ族がこの日本にはいるということである。おかずというもののあり方を追求していくと、究極のおかずはふりかけになるという人もいる。
おかずというはふりかけと見つけたりと葉隠れのようなことを言う人もいる。ふりかけさえあれば何杯でもご飯は食べられる。他に何のおかずもいらない。ふりかけがおかずだからだ。同じおかずでありながら他のおかずを寄せつけない。ふりかけはそれほど強力な実力者だということができる。ここに茶碗一杯の白いご飯がある。そこに小さじ一杯のふりかけをふりかけてみよう。見よ、名もないただの白いご飯がふりかけをふりかけた途端、瞬間的に色とりどりの味付けご飯に変貌したではないか。一切の調理というものを経ずして瞬間的に変わるというところに、ふりかけの言い知れぬ実力を見ることができる。しかもこれでもうあとは何のおかずもいらないのである。他の一切のおかずを寄せつけないのである。その上、ふりかけは千代の富士のように勝負が早い。例えばのっけのおかずで白いご飯を食べたとしよう。口の中でおかずとご飯が少しずつ混ざり合い、少しずつ何かが始まり、少しずつ進行していって、やがて両者の混合した味のクライマックスがやってくる。ところがふりかけをかけたご飯は口に入れた途端、もうすでにクライマックスなのである。両者はすでに十分混じり合っている。口の中は大にぎやかだ。ここのところが子供たちに受けるゆえんであろう。子供は少しずつを嫌う。大にぎやかな口のあちこちからごまです、かつぶしです、のりです、卵です、塩ですという挨拶があり、それらにいちいちうんうん、わかってると答えながらご飯を混ぜていく。ここで初めてふりかけをかけられたご飯は頑張るという事実を発見する。全身にふりかけを浴びせられたご飯は自分の存在感が薄くなるとまず感じ、下手をすると名誉はすべてふりかけに取られてしまうと思い、歴史の中に埋もれてしまうのではないかと焦り、急に頑張り出すのだ。きちんとふりかけの合間合間に自分の存在が見え隠れするように努力するようになる。ふりかけは大きく分類すると乾燥タイプと湿潤タイプに分けられる。別の言い方をするとサラサラタイプとしっとりタイプということになる。サラサラタイプは塩気も強く、おかずとしては強力で、多い日も安心である。ご飯が